蓮舫か辻元か栗岡というふうなことを言われるのは本望ではないんですが、ここ笠岡市は独裁政治をやってるんじゃないんです。先般小林市長がまた議会が始まって議員のしょうもない質問に答えなきゃいけないんだということを言われていると聞きました。言ったか言わんかよ、議員に対して言ったか言わないかだけで、市長、言ったか言わないかという件について、ご答弁をお願いします。まず4番栗尾紀子議員の質問を許可します。栗尾紀子議員、おはようございます。栗尾紀子でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。通告をしていた質問を始める前に小林市長に申し上げます。先般小林市長がまた議会が始まって議員のしょうもない質問に答えなきゃいけないんだということを言われていると聞きました。またもう一点、ある議員に対し私が出した提案を通さなければあなたの思い入れのある予算は切るというような発言をされたと聞きました。このような発言は議会をバカにしているだけではなく市民を裏切る発言です。不信任に相当するものだと思います。先ほどの言葉は一般市民の多くの方が聞いておられます。今ここで私申し上げたら市長がいやいやと首を振られましたが、ここで質問したら聞いて言っていないというふうなことをおっしゃるのかもしれません。これまでの市長のご様子を拝見している中でこのあとこういうことを誰が言いふらしているのか犯人探しをするのではないかと心配しているところです。多くの市民が聞いた、また議会が始まってしょうもない質問に答えなきゃいけないんだ、私が出した提案を通さなければあなたの思い入れのある予算は切る、一体どういう意味でおっしゃったんですか。脅しです。ああ、笠岡放送さん、あの姿を映してくださいよ。笑顔でこれですよ。今私言いましたよ、不信任に相当する発言ですよ。小林市長は議会を何だと思っていらっしゃるのか、市長とは何だと思っていらっしゃるのか。市長は一番偉くて市長が言った通りになるんですか。私たちがこうして議会で質問をしたり審査をしていることの意味がないじゃないですか。全部を否定された言葉ですよ。関係ない。関係ないんだって。もう一度繰り返しましょう。また議会が始まって議員のしょうもない質問に答えなきゃいけないんだよ。私が出した提案を通さなければあなたの思い入れのある予算は切りますよ。言った覚えがありませんと言われてますね。はあ、市長と執行部は議会と車の両輪でやっていくんですよと理解のあるようなことを言われますが、先ほどの言葉で本音は違うということが証明されたということです。市長は議会の決めたことに基づいてまちづくりのための実際の仕事を行う執行機関です。その執行機関の最高責任者が市長なんですよ。自治基本条例11条市長の責務、市民の信託に応え公正公平かつ誠実に市政を運営し市民全体の自治を推進しなければならないと書いてあります。市長は独裁者じゃないんですよ。繰り返します。市長は独裁者じゃないんです。まさか笠岡で一番偉いのが自分だ市長だなんて思ってらっしゃるんじゃないでしょうね。自分の間違いを執行部になすりつける公然のパワハラですよ。そんなことがしょっちゅうです。テレビでは見えないかもしれませんが、皆さんに自分の気にならない答えをする部下がいれば大声で文句を言う、それなら自分で言う、おっしゃればいいじゃないですか。
自分が答えられないときは舌を向く。どんだけ下向いてんですか。執行機関の最高責任者として自覚を持ってください。不信任に相当することを私たち議会は笑っていなさなきゃいけないんですか。おかしいでしょ。あ、おかしいって面白いことじゃないんですよ。昨日もみんなが首をかしげるような発言に対して、ほら面白くなってきたでしょって隣の方の部長に言われてましたよね。議員は市民の信託を受けて真剣に真面目にやってるんですよ。ここ笠岡市は独裁政治をやってるんじゃないんです。裏で議員の名前を呼び捨てにして議会が悪いんだなどと言わないでください。誠実に市長の職を務めていただくことをお願いいたします。早朝より大変失礼いたしました。 YouTube や、テレビをご覧になっている方々から蓮舫か辻元か栗尾かというふうなことを言われるのは本望ではないんですが、常軌を逸した市長にブチ切れる、この気持ちを皆さんに分かっていただきたい、そう思って言わせていただきました。一般質問の途中ではありますが、先ほどの栗尾議員の発言の中に市長の言動に触れられましたが、看過されない事柄があったと思います。これについて協議をいたしますので暫時休憩いたします。休憩を解いて本会議を再開いたします。先ほど栗尾議員の個人質問の冒頭、市長の不適切な言動についてるる述べられました。このことは議会として看過できないと判断し、本会議を休憩し、休憩中会派代表者会議を開催し、緊急質問をしてはどうかとの意見がありました。このことに受け、議会運営委員会を開催し、不適切な言動についての事実確認及び緊急質問を行うことの確認をし、前回一致で緊急質問を行うことを決定いたしました。栗尾議員の個人質問の途中ではございますが、一時中断し緊急質問を行います。はい、天野議員。緊急質問の許可いただきましてありがとうございます。先ほど栗尾議員の質問の中で次のような言葉がございました。1、また議会が始まって議員のしょうもない質問に答えなければいけないんだ。もう一つ、私が出した提案を通さなければあなたの思い入れのある予算は切る。まさに第2番目の言葉は議員に対し、議会に対し恫喝であります。この言葉が事実なら議会軽視も甚だしい、市長不信任案、市長の不信任案にも匹敵する重大な言動であります。どうしても緊急質問し、この場に立たせていただきます。聞き憶では済まない大切な言動であります。事実か否か、市長にこの場で事実関係を質問したいと思います。よろしくお願いいたします。市長の答弁を求めます。はい、小林市長。
まあ、その今の2件の発言があったかどうかという質問だと思うんですけども、全く私に記憶にございません。以上でございます。はい、天野議員。発言した覚えはないということでよろしいですね。では2番目、私が出した提案を通さなければあなたの思い入れのある予算は切る、ここに言われた本人がいらっしゃるんですけれども、議長、はい、挙手していただき事実確認をしたいと思いますのでよろしくお願いします。許可します。原田議員、はい、前に出て。失礼いたします。市長が記憶がないと言われれば、私も録音も何もしてるわけではないんで、それまでかも分かりませんけど、事実だけ述べさせていただきます。1月28日市民会館で、午後からありましたまちづくり活動報告会、その場で、休憩時間にホワイエで、各まちづくり協議会の展示物がいっぱいありましたので見てました。その時、辻田部長とも立ち話をしました。で、辻田部長と立ち話をしている時に市長が、来られまして、子どもステーションについて、原田さん、なんで反対するんならと。あんたがあれだけ福祉福祉って福祉を目指している議員が反対することじゃなかろうと。で、そこの場には市民も職員もいっぱいいましたので、私は止めました。市長、この話はここの場ですることじゃない。やめましょうと。また別の場でという、止めました。でも市長、止まりませんでした。で、何回も私も3回も4回も止めたと思うんですが、止まらずに最終的に子どもステーションへ、反対でするんであれば、あんたが言っとる言ってできた場、障害者の集いの場、市役所の向かい側にありますけど集いの場、バーを潰すのと言われました。だから、私はそれを自分の中では、収めとこうと思ってたんですけど、その場にで聞いてた市民の方からいろんな声を聞きましたので、他の議員にも聞かれましたので話をしました。それでここで、事実を述べさせていただきます。辻田部長、そこの場にいらっしゃいましたよね。はい、ということで以上の私の事実の報告だけです。よろしくお願いいたします。天野議員、質問を続けてください。市長、これが事実である真実であるとは私申しません。言った言わないのを堂々巡るかも分かりません。しかしながら、小さく辻田部長が聞いたか聞かないかも分かりませんけれども、小さく頭を下げたということは事実であります。そばにいたということは事実であります。もう一度お尋ねいたします。この議会が始まって議員のしょうもない質問、これは私は市民から聞いたことで嘘かも分かりません。しかしながら、こういう言葉が市民から我々の耳に入ってくるということは、市長、あなたの責任ですよ。第二、私が出した提案を通さなければあなたの思い入れのある予算は切る、この言動は、言葉は本当にあったことでしょうか、それともなかったことでしょうか、もう一度お尋ねをいたします。小林市長。子育てステーションに関して答弁をさせていただきます。確かにホワイエで辻田さんと
原田議員が話をしているときに、まあ、私が入りまして子育てステーションの話をさせていただきました。まあ、原田哲代さんが今この場で話すべきではないんじゃないかという話もしたんですけども、私の方でこの子育てステーションの話をさせていただきました。その意味は、まあ、原田さんが、まあ、先ほど原田議員からも答弁ありましたけれども、まあ、福祉政策に関しては原田議員が、まあ、精通をしているということの中で、私はバーの話を取り出しさせていただきました。そのバーを作るときに、まあ、原田さんがですね、何度も、まあ、市長室に、来ていただいて、バーの必要性、働くですね、働くご両親が、市長、事実関係をお願いします。言ったか言わないか、その経緯を今説明してるんです。経緯はええ、我々が判断することですから。いや、事実を説明してるんですけど、経緯な、そのごまかしゃ、その言葉を言ったか言わんか、議員に対して言ったか言わないかだけで、市長、言ったか言わないかという件について、ご答弁をお願いします。バーの予算を通すということは、働くご両親たちが仕事を持ってて、B 型支援事業とか A 型支援事業が3時ごろ終わって、その夜帰るまでに、このバーで過ごしていただく施設を作らなきゃいけないのと、子育てステーション、土日とかも仕事を休まなくて、土日も保育所の申請とかはできる、この子育てステーションの質は同じじゃないですかね、原田さん、という話をさせていただいて、このバーをバーは通して、それで子育てステーションを通さないっていうのは、どの理論付けから来る話でしょうかという話はさせていただきました。以上です。市長、予算付けについて、予算をつけないと言ったことが事実かどうかということを質問者は聞いております。原田さんに聞いたんです。これは通して、これは通さないっていうのはどういうことですか。はい、天野議員。市長、すいません、たびたび原田さんに言った言わないじゃなくて、その言葉を原田議員に対して市長が言ったか言わなかったのか、それだけでいいんですよ。原田さんに対して脅迫にも似た言葉があったでしょ。あなたの思い入れのある予算は切りますよ。これを現実原田議員に対してあなたが言ったか言わないかだけでいいんですよ。プロセスも何もあそこがどういう状況かいうのはもう構いませんか、いりませんから。はい、小林市長。そう解釈をされたということは、ちょっと私の意に反するところでして、バーを通さなくていいんですかということじゃなくて、バーを通して子育てステーションを通さないというのはどういう理屈から来るんですかという質問をしたということです。以上です。市長、言ったか言わないかということを今質問者は取っているので、そういうふうに言いました。じゃあ予算を通すとか通さないとかっていうことについては、どう言ったか言わないかということを聞いております。何度も言いますけど、私が通す通さないじゃなくて、原田さんが通す通さないという話、質問をしたということです。以上です。違いますよ。市長、予算を切ると言ったかどうかっていうことを先ほど質問者は聞いているんで、それを言ったか言わないかということを質問者は聞いているわけなんです。ですから、その予算付けをするかしないか、予算付けをしないということを言ったか言わないかということを質問者は聞いているんで、それを言ったか言わないかをお答えください。はい、小林市長。私が予算付けをするとかしないとかは申しておりません。以上です。はい、天野議員。言葉の遊びじゃないんですよね。簡単に原田議員に対して、ね、この事業ですよ、まあ、予算付けじゃなくて、この事業が事業ですよね、一つのに予算付けするかしないか、しませんよ。あんたが反対してくるんなら、この事業は中止しますよ、そういうことなんですよ、この言った言葉は。
だからそこの事実関係を聞きたいんですよ。言ったか言わないか。さっき畑議員さんはきちんとここで発言しましたよ。だから言いました言いません、もうそれだけでいいんです。もうそれ言ったからといてなんちゅうことはないんだから、市長には慣れてるんですから私は本当にね。でも事実だけ、事実は皆さんにお知らせしたいんですよ。その事実をどうなのか、もう一度すいません、もう終わりにしますけども、はい、もう一回だけ。小林市長。私は原田さんに質問しただけであって、私の意思を表示しておりません。以上です。はい、はい、天野議員。お聞きの通りです。はい、あ、痛い。ほんならちょっと下がろうか。すいません議長。はい、原田議員。すいません、たびたび失礼します。市長が言われる意味 と、天野議員が聞かれている意味と微妙に、私がの発言と微妙に違うかなと思うんですけど、多分天野議員、私は天野議員に直接言ってません、その場にいて聞いた市民の方か職員の方から聞いて言ってるんだと思うんです。予算を切るとか切らないとかでなくて、私がはっきり言ったのは、障害者集いの場、バー、通称バーですので、市長もその時バーと言いました。バーを潰すどと言われました。以上です。潰すことは予算使えることで、はい、天野議員。天野議員。じゃあ市長、先ほどもう一回だけ言ったんだけど、もう一回だけ潰すぞ、まあ、ただ お二人の会話の中でだったと思うんですけれども、バーは潰すぞという発言はあったのかなかったのか、理屈はなしに飾り言葉もなくきちんと答えてほしいと思います。小林市長、答弁する前に、それを言ったか言わないかということを答弁してください。はい、小林市長。言っておりません。はい、はい、天野議員。もう、いつもの通り質問していっても堂々巡りに市長なると思うんですよ。いくら追及しても、この今日のやり取りというのは皆さんに判断してほしい。この状況の中で何が正しくて何が正しくないのか、真実は何なのかいうことをきちんと職員、議員、そして市民の皆さんに判断してほしい。何が真実なのか、そのことが今後の市長の運営にも響いてくると思う。市長、市長が出たときに私一番最初質問したと思うんですよ。上になった人は自分以外の人を守り、自分以外の人を幸せにしなければならない、これが市長の使命だ、これが欠けたら市長の上に立つ人間の資格はないんですよ、言ったはずですよ、一番最初。ねえ、市長。一軒の家を建つのにね、たくさんの木が切られるんですよ、犠牲になるんですよ。その形の中であなた市長になってきたんですよ、いろんな人の犠牲にして。ならば、これから市民に対して恩返しをしなくちゃならない。自分は犠牲になればいいんですよ。犠牲になった市長の方が立派な市長だったと必ず言われる。あなたは自分のことしか考えてないんですよ。言った言わない、市の職員が言った言葉を、私が言った、私が悪かったと一言言えば、あなたは立派な市長ですよ。あなたが言ったことを誰かが言った、もしそれで物事を終わらそうとするならば、あなたそのあとは自分で考えてください。罵倒することになりますんで。
郡市長もね、いい加減しましょうよ。ね、議会と執行部は両輪となって笠岡市政のためにね、頑張っていかなくてはならない。こんなやり取りばっかりしてて遅れるばっかりですよ。はたと気がついた時に、おい笠岡、こういう状況か、市民の夢が崩れますよ。あなたの言葉には夢がある。夢だけですよ。お花畑の蝶々がこうやって飛んでるみたいな。具体的に地に足をつけて、そんな政策をこれからやってもらいたいためには真実を語ってほしい。終わります。ありがとうございました。これで緊急質問を終了いたします。